いきなり何なのよ、もう。私にも分かりませんわ。いきなり光に包まれたのは覚えていますけど。ちょっとメイ、生きてる？はーい、またパンツ丸見えになってる。なんで私ばっかりこんな目に。ねえみんな、ここって。メイのマグリットじゃない。もしかして、さっきの光ってあんたの仕業なわけ？私は関係ないです。っていうか、私のマグリットでもないですし。何？今度は何があったのよ？なんか白いヤキヤキが増えてる！君たちは本当にやかましいな。その点については同意せざるを得ないが、彼女らが驚くのも仕方ないだろう。なあ、君は何者なんだ？僕たちを助けてくれたことから考えて、敵ではないと思いたいが。栄光世界のアキサかしら。容姿やら雰囲気やらが随分と違いますけど、そのぐらいの差異はよくありますものね。アキサッチならどんだけ増えても助かるわ。しかもすごい力とか使えるし。なんか引っかかるんだよな。あんたに似た雰囲気のやつを見た気がするしさ。どういうことすかそれ。ああ、もしかしてヴィヴィアンちゃん？一体何を言ってるんだ。こいつはどう見てもアキサじゃないか。正解だイロハ。ネメシスに聞いたか？そうじゃないよ。ヴィヴィアンちゃんっぽいなって思ったんだ。なるほど、直感か。君は変わらないな。ちょっと待ってくれ。お前がヴィヴィアンならアワリンから助けてくれたのは私だ。そっか。そのありがとう。礼には及ばない。君は私の大事な人だからな。その意味深トークも気になるんだけど、ちょっと質問させてもらっていい？てか、イロハとオムニス以外は全員ノダまで出かかってることなんだけどさ。ああ、まずは僕の姿を真似ている理由、そしてベアトリスをそそのかした張本人であるお前がなぜ僕らを助けたのかということだ。二つ目の方は憶測も入ってるけどさ。だけどベアトリスが私らの世界に攻め込んだ理由にあんたが一枚噛んでるのは間違いないだろ。だとしたらどうする？そりゃあまずは理由を知りたいかな。それで納得すればぶん殴るぐらいで収まるだろうし、もし納得できなければ私とやり合うか。それは望ましい展開ではないな。実に時間の無駄だが、質問に答えよう。まず私がアキサの姿を真似ている理由についてだが、それはすでに前提条件が間違っている。どういう意味だよ。これが私の本来の姿ということだ。つまりアキサの真似をしているわけではない。それじゃあお前はヴィヴィアンはアキサなのか？平行世界にいるアキサの一人なのか？今はその認識でいい。そして私があの女に接近した理由だが、それは奴の思惑を利用できると考えたからだ。思惑だって？それはお前がそそのかさなくてもベアトリスは信仰を企てていたということか。その通りだ。
それがファントムグリードの本質なのだからな。ふん、帝国主義ってやつか。どこの世界でも皇帝様の考えることは同じ。ファントムグリード様も同類ってわけね。だけどあんたにはどんなメリットがあるのさ。わざわざサバトで戦わずに蹴落とせるとか。そもそもあんたの仲間はどこにいるわけ。そういや見たところオムニスもいないみたいだし、もしかして瓶詰めにしてたり。仲間はいない。かつて仲間と呼んでいた者たちは清掃の彼方に消え去った。私がファントムグリードの背を押したのは失われたものを取り戻すためだ。あらま、悪いことを聞いちゃったか。あなたに事情があるのは分かったわ。だけど私たちの世界を狙っていい理由にはならない。そうっすね。ルクスちゃんたちと出会えたのは嬉しいけど、渋谷の騒動は本当に大変だったんすから。でも私たちを助けてくれたということは、ベアトリスとは縁を切ったということですよね。それだって本当のことがわからないですよ。うちはネメシスにしたこと忘れてませんから。そうだな、僕らの問いには答えてくれたが、それが本当かどうかは判断がつかない。証明するつもりはない。君たちが判断しろ。私が聞くのもあれなんですけど、あんたって前は別の姿をしてたんですよね。なんで本来の姿ってのに戻ったんですか？それはあの女に裏切られたからだ。私はあのカラオケボックスに封印されていた。封印ですって？それではあのカラオケが誰にも認識されなくなった原因を。それは私ごと空間が虚無に構築され、世界において存在しないものとなったためだ。虚無って？世界の外側、重ね合わされた世界の狭間、世界から弾かれたものが泡のように弾ける場所。弾かれたもの？それって私のせいでネメシスちゃんが飛ばされちゃった場所？そんな場所からよく戻ってこられたな。下手をしたら消滅してたんだろ。その代償に姿を偽装する力すら使い果たした。今の私に残っているのは平時の2割程度の魔力だ。その魔力で2割程度じゃ。この魔女めどれほどの力を隠しておったのじゃ。それは良いとして、なぜベアトリスに裏切られた？そなたほどの腹黒がミスを犯すとは思えぬか。さあな、私は友好的に振る舞っていたが、気まぐれでも起こしたのだろう。僕たちを助けたのは陛下への意思返しか。捨てられたのもその卑しい精神性が原因だろう。卑しいかはさておき、心強い援軍じゃないか。過去形とはいえ陛下が一目置いた魔女殿だ。うむ、スペルリアは二度も同じ手は食わぬからな。再生を挑むならば魔女の力は必要になるじゃろ。なんか仲間に引き入れるっぽい話してません？その人って前科100番ぐらいの極悪人なんですよね。まあね、だけど敵の敵は味方って話もあるし、イコたちとしては猫の手でも借りたい状態でしょ。だけどこいつのせいでイコたちの世界が罠にされたわけだし、許せないって話もわかる。その上でみんなはどう思うのか聞かせてよ。俺は力を借りてもいいと思う。こいつがどこの世界のアキサか知らないが、
アキサであることには変わらないからな。それは早計だぞ。真似ていないという証明はないんだからな。とはいえ、イコが言うように戦力は必要だ。思うところはあるが、ひとまず休戦を提案する。ま、それでいいんじゃない。寝首をかくようなタイプにも見えないしね。香りはどうなの？嫌だったら嫌と言っていいのよ。正直、うちはこいつのことが好きじゃない。だって何を考えてるのか分かんないしさ。でもイロハがそれでいいなら何も言わない。ネメシスちゃんはそれでいいって。もしみんなを裏切るようなことをしたら絶対に許さないって言ってるけど。そっか、だったらいいや。私たちは全員 OK な雰囲気ですけど、あなたたちはどうですの？先ほど言うたようにわらわは賛成じゃ。我が輩も賛成ということにしてくれたまえ。ウーラ君とディア君もそれでいいかね？ええんやないか。というか、うちはどうでもええって感じやけど。それよりさっきからビーアンが怖い顔してる方が気になるわ。分かっているだろうが、その魔女は信用なら、この僕もそいつには。そうだ、許せるものか。こいつのせいだ。貴様に一つ聞いておく。そもそも我々に協力するつもりはあるのか？ふむ。その問いに答える前に、私の問いに答えてくれ。君はベアトリスに銃口を向けられるのか？使い捨ての道具に過ぎない君が。君はベアトリスに銃口を向けられるのか？使い捨ての道具に過ぎない君が。おいビビアン、そんな言い方をしなくてもいいだろう。君は黙っていろ。私はこいつに聞いている。答えてくれ。君は崇拝する皇帝陛下に、君を捨てた皇帝陛下に引き金を引けるのか？どうした、答えられないのか？答えなくてもいいよインディ君。そんな意地悪な質問答えられるはずないもん。ココアだって信じてる人、例えばセイラやオモオモにひどいことされたら頭がぐちゃぐちゃになっちゃう。それにね、いくらひどいことをされたとしてもココアはセイラと戦うなんてできない。だからインディ君、そんな質問に。もういい、僕をそんなに甘やかさないでくれ。それも仲間たちの前でな。魔女が僕にぶつけたあの問い、あれはお前たちも感じていたことだろう。何せ僕はまだ信じようとしているのだからな。この僕を使い捨てにした陛下を。僕は陛下に銃口を向けるどころか、引き金に指をかけることすらできないかもしれない。それでも僕を連れて行ってくれないか。もう一度陛下の前に立つ機会を与えてほしい。初めて見た。
ん天変地異の前触れに決まっとるわ。きっと大地震かなんかでエレボスが滅ぶんや。えい、チャチャを入れるでないわ。そなたらとてあやつの思いは分かっておろうが。グラはインビーちゃんを応援するよ。ディアちゃんもそうだよね。うん、せやな。これでビーヤンに貸しを作れるんやったら、うち的にもウィンウィンやで。まったく、そなたらときたら。アワリン、そなたは分かっておろうな。にゅふふん、もちろんだとぼん。インビー君の思い、叶えてやろうじゃないか。そなたの笑みを見ていると、不安になるの。さて、これが七魔王の総意ということじゃが。俺たちもいろんないぜ。なあ、そうだろ、みんな。もちろんだよ。私もベアトリスさんともう一度会いたいし。このまま逃げ回っててもあれだしね。もう一回乗り込んで話つけるしかないっしょ。話し合いができるかどうかはわからないが、対峙する必要があるのは確かだからな。そのためにはインビー、君の力も必要だ。ありがとう。こんなことになるんやったら積み木崩しとけばよかったわ。なあ、もう一度乗り込むのはいいとして、どうやって乗り込むんだ？今度はそう簡単にはいかないと思うぞ。馬車で潜り込むっていうのはもう無理かな。リュンチン、なんかいいアイデアない？外郭門は閉鎖されているはずです。地上からの潜入は不可能と考えた方が良いかと。かといって空路も無理ですわね。治ったばかりのオムオム号が墜落するだけですわ。そうっすね。あの自爆媒体生物の餌食になるだけっすよ。そういえば、あれは同志が作ったものでしょ。何か制御する方法はありませんの？オリジナルのままであればそれも可能だが、変異種13号と同じように手を加えられていると考えた方が良いだろうな。一か八かで突っ込むにはリスクが大きすぎるってわけか。なあビビアン、何かいい手は？おっと、申し訳ない、女子君からの連絡だ。おいおい、スマホなんか持ってたのかよ。もしかしてエレボスって基地局があるのか？そんなものはないが、このスマホにはバカアワビが持つ行事性器官を移植してあってね、トランシーバーのような使い方ができるのだよ。行事性、シンクロニシティですわね。バカアワビは2つの個体が対となっていますが、そのような胸圧器官を有しているとは。一体どうしたのかね、ジョシュ君。何？それは本当かね？わかった。すぐに戻る。君たちは無駄に構成などせず籠城していたまえ。どうしましたの？どうし、アワリン。なんのこともない。我が輩の研究所が辺境警備隊の襲撃を受けたのだよ。なんだって？それって、俺たちに協力したから、なんだよな。違うと言ってやりたいところだが、その通りだよ。無論そんなことは我が輩も覚悟はしていたが、ここまで動きが早いとは。考えが甘かったようだ。君たちにはすまないが、我が輩は研究所に戻る。リュークス君もついてきたまえ。仲間をかくまってくれているんですね。その通りだよ。しかしなぜ隠れ家の場所がバレた？まだ辺境警備隊も掴んでいないはずだが。いや、詮索するのは後にしておこう。
ずは研究所に戻ろうじゃないか。ちょい待ち、まさか二人だけで戻るわけ？リリの言う通りじゃ。リュンクスはさておき、そなたは戦い向きではない。辺境警備隊とどうやり合うつもりなのじゃ？我が輩も馬鹿正直にやり合うつもりはないさ。それにいざとなればどうとでもなるとも。リア君で実証を重ねた増強薬もあるからね。あれは飲まない方がええで、アワヤンみたいなひ弱が飲むと再起不能になるわ。頑丈なディアちゃんでもヘロヘロになるもんね。アワリンちゃんだったら死んじゃうかも。まあまあまあ、でしたら私が一人で行きます。真正面から戦うほどの力はありませんが、かく乱しているうちに女子さんたちを。だからなんでそういう話になるのさ。私らはもう仲間しよ。それなのにどうして頼ってくれないわけ？リリさん、あなたたちにはすべきことがあります。こんなところで危険にさらすわけには。だからうだうだ言うなっての。マリオ、みんなアワッチの研究所に行くよ。オッケーっす。姫さん、オムオム号はすぐに出せるんすよね？もちろんですわ。私がすぐに。で、シロアキサ。シロアキサ、あなたがこんなところに転送したせいで地上に降りられませんわ。なんとかなさい。なんですの？いきなり変な顔をして。変な顔とは失敬だな。だが、まあいい。あの飛行船に移動したいのだろう。そうであれば無駄な手間をかける必要はない。どうし、イリサ、オムオム号を発信してくれるかね？わざわざオムオム号で行かずに研究所まで転送してもらえばいいんじゃ。向こうがどのような状況かわからぬからな。それに今後はオムオム号必要になるじゃろ。ルクス君の言う通りだ。さあ急いでくれたまえ。研究所が心配なのだよ。ええ、心得ていましたもん。それでは久々の